コロナの時期の過ごし方を面白がる研究学生ラジオ、はい、始まりました。コロナの時期を面白がる建築学生ラジオです。本日のパーソナリティは西田と西田研究室の中島です。よろしくお願いします。ゲストに建築家の長谷川さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず最初にこのラジオの趣旨を紹介します。このラジオは大学に集まれない現状を次への準備期間と捉え、スペシャルゲストをお招きし、ウィズコロナ、アフターコロナに対する建築都市への妄想や影響、リモートの面白さ、今やっておくべきインプットなどについてオンラインで語り合う場となっています。質問感想はチャット欄にて受け付けておりますので、よろしくお願いします。はい、これコロナの時期面白がるラジオということで本日長谷川さんに出ていただくんですけど、長谷川さんはこの今、まあ、リモートの時期のなんか影響というか単純に仕事の影響とかって出てますか？仕事の影響は、まあ、そうですね、うちの事務所はだいたい半分ぐらいが海外の外国のプロジェクトで、そういうこと中国とかアメリカとかヨーロッパのプロジェクトも あるので、それはなくなってはいないんですけど、やっぱり一旦しばらく止めようみたいな動きにはなっていて、長谷川事務所は今日本の国内のプロジェクトを、まあ、粛々と進めている時期ですね。結構なんかこの間も静岡でしたっけ、こういう、はい、住宅が、まあ、できたっていうのを、はい、ご紹介されてて、やっぱりなんかこう、こういう時期でもやっぱ作り続けるとか、やっぱこう設計し続けるのを結構長谷川さん積極的に出されてる印象があって、なんかこう考えを止めないというか、設計を止めないみたいな、なんかその姿勢がすごいいいなと思ってすごい拝見してました。まあ、なんか今この状況って特に日本はまだオンゴーイングなので、この状況をこう俯瞰的に語ることっていうのはなかなか難しいんですけど、ただなんか、まあ、うちも4月に入ってから完全に基本的にリモートで仕事を進めていて、いろいろ思うことがあったので、それについてまずお話しすると、まあ、僕は海外出張がすごいもともと多かったので、うちの事務所自体はこう、リモートワークは比較的慣れてたっていうか、スラックとか、ズームとかで、まあ、仕事を進めていくっていうことは、多分、割とみんなできてい、たんですけど、それでもなんかこう、なんていうんですかね、今進んでいるものを、こう、回していくことには、なんかこういうツールって、すごい便利だなってみんなも思ってると思うんですけど、こう、思考を深掘りすることには向いてないなっていうのを、痛感しているところで、で、それはどういうことかっていうと、何か、まあ、建築ってやっぱりチームプレーだと思うんですよね。まあ、いろんな事務所があると思うんですけど、でも、まあ、うちの事務所は特にスタッフと議論しながら、なんかその、このプロジェクトの問題とか可能性について、まあ、ひたすら話し合って模型作って、案作ってって言って、まあ、だんだんなんていうか、ここでやるべきことっていうのを捕まえていくんですけど、まあそのプロセスがすごい大事で、何ヶ月もそこに時間かけるんですけど、なんていうか、ズームの問題点は、こう黙って考えられないんですよね。なんでかっていうと、ズームの沈黙、辛いじゃないですか。わかります、わかります。なんか、ズームの沈黙は、なんていうか、気まずい。ですよね。まあ、かなり慣れてる方なんですけど、それでもまだ気まずくて、なんとなくその沈黙を埋め合わせようとして、こう結論らしきものを出そうとしちゃうみたいなところが、まあ、僕もスタッフもあって、で、なんかやっぱりこう、Zoom とかこう Slack とかっていうのは無駄なく、短時間でコンパクトに打ち合わせができるっていうのは、なんか効率よくて、すごい、よく聞こえるんですけど、なんかここから何かを、新しいものを想像するっていうのは結構難しいなっていうのを、改めて思っていて、で、まあ今はもう本当にオンゴーイングの状況なんで、今目の前にあることをとにかくこう進めていくことっていうのはもちろん必要だし、やらなくちゃいけないんですけど、まあでも逆に言うとなんか今経験していることっていうのは、こう空間、実空間のなんかこう可能性を、まあ、改めてみんなが考えるいいきっかけになってるんじゃないかなというふうにも思って。なるほど、なるほど。
例えばなんか今日はあの週1回ぐらい僕事務所にあのどうしても来なくちゃいけなくて今事務所に行くんですけど、まあ打ち合わせテーブルがあって、でなんかまあそれが日常だったので僕もわざわざそんなこと考えなかったんだけど、打ち合わせテーブルを前にまあみんなで何人かでこう議論してるときってやっぱりあの案出しのときってこう黙ってなんか30分ぐらいみんなで黙って僕も入ってスケッチしながらいろいろ考えたりするんですけど、その時ってなんか黙って考えてるようで、あこいつこういうこと考え出したなとか、言いたそうだなとか、そういうのすごいあのチームで考えてて大事だなっていうのをあの感じて、でなんかそのまあそれしばらくやっていくとこう息が合ってくるっていうんですかね。あの空気がこう共有できる感じですよね。そうですね。で、ある時にパンとこうジャンプできたっていうふうにみんなが感じられる瞬間があって、まあ、それまでに結構時間は何ヶ月もかかるんですけど、まあ、なんかその瞬間のためにこう設計頑張ってるみたいなところがあって、で、なんか野球でもサッカーでもチームプレーってこう息が合う、息が合ったプレーとかっていうと思うんですけど、なんかその息を合わせるっていうのは、やっぱりものづくりにとってすごい重要だったんだなっていうのを思った。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。今はなんかこう、外ではマスクしなきゃいけないし、うん、あの、やっぱズームだとその息とか呼吸っていうのは感じられないんですよね。だから、まあ今はもうこれをこう進めていくんですけど、何か、あの、こうやって、まあ今ある仕事をまあ、とにかく前に進めていく時期っていうのが、まあ、しばらく続くかもしれないけど、やっぱりこれが開けた時に、実はなんか、あの、ズームのこの効率の良さのことばっかりなんか、みんな話してるような気が僕はするんですけど。なるほど、なるほど、なるほど。じゃなくて、なんかまあ、非効率なこととか、あるいはなんか今話した、なんかこう、実空間でこう、沈黙して考え、みんなでこう考えられることの、なんかこう、かけがえのなさみたいなことを、まあ、多かれ少なかれみんな感じてるんじゃないかなと思って、だからこれが開けた時に何かその空間の意味とか、っていうのは、なんか、あの、書き換えられていくんじゃないかなと思って、なので今はなんかこう、設計論とか創作論風に話しちゃいましたけど、まあ、こう、空間論もやっぱ書き換えられるんじゃないかなっていう感じは今してますね。あ、でもなんかその、言葉は発さないけど空気は通ずるみたいなことが、なんかその実空間、まあ、言ったらその実際の空間で体感してる側も設計してる側もそこには本当はあって、なんか2人でいても嫌じゃないみたいな、無言が嫌じゃないみたいな、そういうことがこの状態だとそのフィジカルには体感できないってことですよね。そうですね、まあ、慣れもあると思うんですけどね、でも、結構自分は慣れてると思ってたら、意外とやっぱり実空間の良さ、打ち合わせテーブルのかけがえのなさっていうのを痛感する日々ですね。でもなんか結構やっぱその無言でもいられる状態って、ある一定のこうなんか同じ方向に向いてるコミュニティというか、なんか仲間と一緒にいるときって、意外に話してない、僕もあんまりこう多弁な方じゃないんで、話してない時間結構長いんですけど、なんかこの Zoom だとどうしても話す側に回らないといけないっていう、こうなんか感覚がすごいあるっていうのは。そうなんですよね。なんかこの沈黙の時間が考えてくれてるみたいなところありますよね。それがなんかやっぱデジタルツールだとなかなかまだ、まだまだなんじゃないかな、みたいな。なんかちょっとこう、待っちゃう感じありますよね。なんかそうですね。誰かが言ってくれるんじゃないかって待っちゃう感じがあって、本当はただ何もない時間が流れてる方がいい、健全なはずなのに、ちょっと自分の心が待っちゃってるのが分かるみたいな。そうですね。まあ、なんか このこういう状況になるまでは、やっぱりそれが当たり前だったので、打ち合わせテーブルとか、打ち合わせのこう事務所の空間のなんか価値っていうのを、そんなにあの考えられてなかったんですけど、そういう意味では何か、まあ、貴重な経験を今してるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど、なるほど。はい。この、まあ、ラジオの趣旨として、なんかこの時期に学生がこうインプットしたり、まあ、やっておいた方がいいんじゃないかっていうことを、まあ、人生の先輩から聞くっていうのがあるんですけど、長谷川さんも日本だけじゃなくて、海外でも教えられたりしていて、まあ、今この状況って、はい、まあ、世界中で起こっている、まあ、ほぼ同じことが同時に起こっていると思うんですけど、長谷川さんが感じるこの時期だからこそこういうことをやっといた方がいいよみたいなことはありますか？そうですね、なんか
海外の話で言うと、例えば昨日ちょうど、エリック・ラピエルっていうフランスの建築家とちょっとやり取りしてて、で、彼は、まあ今、皆さんご存知の通り、パリもまだ大変な状況で、パリの大学の先生も彼やってるんですけど、まあ、ちょっと収束が見えつつあるんですよね、パリは。なるほど、なるほど。なんかその大学も、まあ次のスタジオどうやろうかみたいな話をしてるみたいで、うんうん、で、まあなんで僕に電話してきた、連絡してきたかっていうと、2ヶ月後かな、の、修士の、修士設計の公表会に参加してほしいと。それもちろん、ズームで。うんうんうん、でもう2020年はもう人類史に残る年になるから、うん、すごい豪華なメンバーを呼ぶんだみたいな風に、なんかエリックがすごい興奮してて、まあなんか考えようによってそうだなと思って、どうせお前、海外出張全部キャンセルになっただろうとか言って、どうせ日本にいいんだろうお前みたいな、ドキみたいな。断れないの分かってるぞみたいな。でもなんかそういう一年だなって考えると、まあ結構こう教育の場でも現場でもやれることはあるんじゃないかなと思って、うんうん、まあまあみんな時間あるし、それこそそのオンラインで授業もやるんだから、こうやってね、国を越えて何か議論したり、クリティックしたりみたいなことも、まあできる年。確かに確かに。考えると、なんか、まあ、前向きになれるところもあるのかなと思って、さすがだなと思いましたけどね。でも確かに日本はまだね、オンゴイグで、ちょっとまだ先も見えない状況もあるんで、これからだと思うんですけど、うん、これから秋、冬って、まあ、何らかの形でこういう状況は続くと思うので、うんうん、その時に、今だからこそできる、まあ、コミュニケーションとか、うんうん、クリティックのあり方っていうのは、あるんじゃないかなと思いますよね。確かにでも今情報も普通に、まあ、学生も他の国がどうなってるかとかを取ろうと思うと結構いろんなところで発信されてるん で、 そ う、 です、ね、そういうことをなんかキャッチして自分たちをこう、まあ、言ったら客観視するみたいなことができるっていうのはすごい今の価値ですよね。そうですね。あとはまあやっぱりそうですね、今思うのはやあれですよね、まあ建築家も大学の先生も、うんうん、学生もちょっと忙しすぎたんですよね。あそれでなんか、まあ、僕自分で言うのもなんですけど、やっぱ建築家忙しすぎだなと思ってて、まあ、動きすぎてたと、なんかやっぱりこう黙って何か真摯黙考するっていうのは、まあ、すごい僕にとってもみんなにとっても久しぶりの時間だったと思うんですけど、この時にまあ何をスタンバイできるかですよね。うん、その時に、そうですね、僕の経験で言うと、そうだな、学生の時に、卒業論文が、まあ、きっかけだったんですけど、大学の図書館に1週間こもって、朝から晩まで新建築の全作品を見るっていうのをやったんですよ。なるほど、なるほど。具体的には、全、作品の断面図の大きさをこう比較していくみたいな、各階の大きさを比較していくとか、そういうのをやってたんですけど、うん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 、で、なんかそれは、そうですね、なんかこう、簡単に手に入れた情報って簡単に忘れるなって最近思ってて、例えば、昨日、まあなんかネットとか僕も見ましたけど、昨日得た情報って多分もう忘れてる。ですよね、ほとんど、うんうんうん、だけどなんかその1週間図書館にこもって見たなんか情報とか建築作品とか結構覚えてて、つまりなんか自分の情報を得るっていうのがすごい大事なんじゃないかなと思うんですよね、特に若い時って。わかります、わかります。誰でも得られる情報をなんか簡単に手に入れて、まあもう僕も別にネットも SNS も見るしいいんですけど、うん、それはそれ、けど、まあ、それで、なんか情報に触れてるつもりになってると、まあ、実は、何か、何にも得てないに等しいのかもしれなくて、うん、何か自分で、自分自身の情報を得る、っていうのが、まあ、すごい大事なんじゃないかなと思って、でまあ、なんか西田先生を前に、僕はなんか。いや、何言ってんですか、同い年じゃないですか、何言ってんですか。偉そうに言えないですけど、僕はなんか大学っていうのは、なんか卒業後10年間考えられる、まあ自分の問題を見つける場所だと思ってて、
それ見つけられたらもう卒業していいと思うんですよね。なるほどなるほどなるほど。勝手なこと言ってますけど、僕も実際なんかその卒業論文とか、まあ、その後修士論文でもその建築空間の大きさをテーマにあの論文書いて、その後5年前にあの独論も書いたんですけど、それはなんか今僕がもう実務する上であの空間のプロポーションとかスケールっていうのはずっと考えてることで、そういう意味じゃ、まあ、10年どころか20年近く考えてることになるんですけど、その大学の図書館にこもってた時からずっと考え続けてるってことですよね。まあ、そうですね、まあ、その時はそんなこう意気込んでやってたわけじゃないんですけど、結果的にそうで、なんかそういうのをこうとにかく4年間で、あるいは修士入れて6年間で掴み取るんだっていうつもりで、まあ、なんか学生には過ごしてほしいなっていうのは、まあ、いろんなスタジオとかでも僕話すんですけど、なるほどなるほど。その時にだから、なんか自分の情報をつかむっていうつもりで過ごすと、やっぱりただ待ってるだけじゃダメで、あの図書館に、今は図書館入れないかもしれないけど、でも、あのこれだけ情報が進んだら家の中でも自分の情報をつかもうとすることはできると思うし、何か今のこの状況が明けた時にこう動き出す一歩を準備することっていうのはできるんじゃないかなと思いますね。確かに、でも新建築も2000年以降のオンラインになってるやつを全部公開してたりするんで、断面図を自分でそれをまあトレースというかあの比較するとかっていうことは、まあ興味を持てばいかようにできますよね。そうですね、いやなんか今話聞いてて、やだ僕も独立して1年目がちょうど修士 M1 と同じ時期だったんですけど、なんかこう1軒目の住宅を設計しながらめっちゃ時間があったんで、なんか図面の描き方を習いつつ、なんかなんでその名作住宅はこうできてるのかっていうのを、なんかひたすらフランク・ロイド・ライトとかアルバールトとかの平面図とか断面図をトレースしてたことを思い出しました。うん、なんかこのスケールいくつなのかなとか、なんでこれいいのかなとか思いながら、あのその当時フランク・ロイド・ライトの良さが全然分かんなくて、なんかそれを一生懸命自分で書いて、なんかこうプロポーションとかを追うっていうのをやってたなっていうのを今話を聞いて少し思い出しました。そうですよね。なんかそういうこう今学生はみんなこうクラシックを知らないので、まあ自分が納得しなくても名作住宅だと思われているものをとにかく一回暗記するぐらいのつもりで、あの言われなくてもこう図面見なくてもこう手であのプランを大体書けるようになるぐらいのことは今やる時間あると思うんで、なんだってとあのきっかけはなんだっていいと思うんですけど、何かもう自分の興味でいいと思うので、自分自身の情報、自分自身のあの興味っていうのを掘り下げ始めるあのいい時間なんじゃないですかね。最初にちょっと長谷川さん言われてた、あの長谷川さん今それこそあのバラガンの庭にこう作品を作られたりとかっていうことで、なんか日本だけじゃなくて他の国で作品を作ってるじゃないですか。そういう時にこう文化の違いとか、はい、なんかそのお互いのその国を行き来することによって発見する逆に日本の良さとか、だからそういうこうなんかこれから日本がこういうことをもうちょっと建築でやっていった方がいいよって、そんな大きな話じゃなくていいんですけど、学生がこう気にしていったらいいんじゃないかとかっていう目線であります。あ、なるほど。それはあれですね、あの僕なんかまだ一応あの若手じゃもうないけど、でもなんていうか42で、であのこの海外であの呼ばれたりでやってること自体が、まあ、なんか新しい現象だと僕は思っていて、それはなんか、あの、例えば丹下健三が、あの、日本を代表する建築家になって、海外に呼ばれてっていうのとちょっと違う状況だと思うんですよね。まあ、やっぱりそれも情報化の影響で、もう日本の30代の建築家とかもすごいみんなチェックしてるし、あの、プロジェクトってことにで言うとなかなかまだ難しいかもしれないけど、でも展覧会とかレクチャーとかに、みんな僕の年下の人たちも今もうだいぶ呼ばれてると思うんですけど。確かに確かに。で、なんかその状況っていうのは、まあ僕はあの可能性があるなと思ってて、つまりなんか日本でこう自分の作風みたいなものを確立して、それをこう海外でも建てるっていうような、まあ巨匠のスタイルっていうのがあると思うんですけど、多分そうじゃダメで、つまり自分のなんか日本のスタイルを輸出するみたいな、そうじゃなくて、でかつなんかその、まあ、メキシコとか、まあ、例えばイタリアとかでやって、向こうのなんかやり方でただやるだけでもなくて、
その、なんていうか、文化と文化がぶつかるところっていうのが多分、面白いところだし、なんか僕らの世代が、なんかやることの一つなんじゃないかなと思っていて、メキシコと日本がこう、掛け合わさることの、なんていうか、面白さとか、何かそのどちらでもない、どちらでもあることを、まあ、どんなふうに表現できるかとか、そういうのことは、設計中に結構意識してましたね。ああ、じゃあそのローカリティに、まあ、完全に染まるわけではないけど、まあ、自分自身もなんかいい意味で、こっちのやり方をそのまま持っていくんじゃなくて、ハイブリッドさせるみたいな。そうですね。お互いやっぱり学びがあるっていうか、どっちでもないものを、まあ、当然日本の建築家とか日本の文化に興味があって、まあ、呼ばれることが多いんですけど、それだけじゃもちろんないし、なんていうか、彼らのやり方とか文化を、まあなんか再解釈する、彼ら自身が再発見する、なんか機会でもあるし、その両方の文化がこう、ハイブリッドされることに今面白みを感じています。ああ、でもそれは今言われたように、結構長谷川さんから見てても、長谷川さんより下の世代もなんかそういうことを面白がってるというか、なんかこうどんどんこうやってる感じが。それはもう完全にそうですよね。もうなんか海外で中国とか元気な国で、活動を始めてる若い人たちっていっぱいいるし、何か若い、若手の、建築家でも海外のプロジェクトをなんかこう中心にやってる人たちもいますから、なんか、もう垣根は全然なくなってきてると思いますけどね。ああ、いやでもなんかそういうのをこう、さっと言っていただくのがすごい勇気づけられます。日本でやれることももちろんいっぱいあるんですけど、まあ、はっきり言って日本はすごいレベル高いと思うので、若い人たちはもっと海外に目を向けて、いくらでもやれることってあると思いますよ。いや、ありがとうございます。今日は本当にちょっと限られた時間の中で貴重な話をいただきました。では長谷川さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。では、次回のゲストを最後にご紹介します。次回は1日挟んで30日木曜日です。建築家の隈太一さんをお迎えします。隈さんは今海外の建築家と、日本をつないで、でその中で、どんなことが今同時に議論できるのかということを積極的にやられていて、これからの都市やこれからの建築を、さまざまな角度から、そしていろんな国の目線で目標を掘り下げていきたいと思っています。たまたまですけど今長谷川さんが投げていただいたパスが次回の会にこうつながっていくような感じなんで、長谷川さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回木曜日お待ちしております。